どうもこんにちは、世界的 VIP 源也です。スマートフォンやガラケー、皆さん一度は使ったことあると思うんですけども、今回はですね、ドコモと KDDI が発表した秋冬モデルを見て、率直に僕がね、思ったことをね、ちょっとお話ししていこうかなと思うんですけども、何を思ったかというと、ワンセグ搭載の機種がですね、ほぼほぼないんですよ。ドコモと KDDI の秋冬モデル2つ合わせて、ワンセグがね、搭載している機種っていうのが、ラクラクフォンとエクスペリア5。のみなんですよね。たったこれだけになっております。ちなみに昨年の、ドコモの秋冬モデルに関しては Xperia XZ3、 Galaxy Note 9、 Galaxy Feel、 この3つがですねワンセグに対応していたんだけど、今年はですね Galaxy がワンセグ対応しておりません。そして Aquos も非対応になっております。その結果ですね、ワンセグ搭載機種がガクッと減りました。正直な話、スマートフォンでワンセグどうですかっていうお話もあるんですけど、確かに、あ、災害時に役に立ちましたとか、そういった意見はたくさんあると思うんですけど、これね、ガラケーでワンセグ見ると、そんなに画質の荒さって気にならないんですよ。確かにワンセグってあんま画質がよろしくないんですけども、このガラケーのこのサイズ、3インチぐらいだったかな、このぐらいのサイズで見ると普通に見れちゃうんですよね。なんですけども、こちらね、5インチを超えるスマートフォンで見てしまうと、画質の荒さがやっぱ目立つ。内容よりもなんか画質荒いなっていうところに気を取られて、うんっていう感じなんですよね。その点はフルセグはめちゃくちゃ画質綺麗で見やすいんですけども、電波の入りが悪いっていうね、残念なところがあるんで、もうほぼほぼ使ってないです。で、確かにワンセグって災害時に役に立つよねって言うんですけども、まあ正直な話、別にワンセグじゃなくても、例えばアベマ TV とか YouTube とかで災害番組とかやってますし、SNS を使えば情報って簡単に手に入るじゃないですか。だからもうニーズがなくなってきてるのかなっていう印象あるんですよね。でこれね、まあ、以前ドコモの担当者が言ってたんですけども、なんでですかみたいなことを質問されてたんですけど、ネットでの映像配信が増えてるためっていう風に答えてたんですけど、やっぱりそれがね大きいと思います。アベマ TV、 YouTube、 その他動画サイトたくさんあると思うんですけども、そういったところで無料で配信されてますから、あ、じゃあそれでいいやと、視聴者のニーズがそちらの方に行っているということかなっていう風に僕自身も思いましたね。今や気軽にスマートフォンで映像をね見ることができる時代なので、まあワンセグにこだわる必要はなくなってできたのかなっていう印象はあるんですけども、ちょっと寂しいなっていう印象もありますね。未だに僕ガラケー持ってるんですけども、これでワンセグ見るとね面白いですよ。まあ寂しいなっていう思いもありつつ、まあ先に進まなきゃいけないなっていうね、いろんな葛藤があるんでございますけども、まあどうなるか分かりませんけど、もしかしたら来年あたりからもうワンセグ搭載機種はありませんみたいな感じになる可能性もあるので、しょうがないのかなっていう感じですかね。まあ正直最近ワンセグほぼほぼ使ってないんで、うんっていう感じですかね。まあちょっとねワンセグについて考察してみました。お疲れ様でした。